るほど。今日は500円玉がお財布にあるんですよ。500円玉があるお財布はとってもリッチですよね。というわけで、I will present the juice to you!どうぞどうぞ。アイコピーカフェオレリリース。ナオエさん、どうぞ。私はどうしようかな。これにします。深い意味はないですよ、ナオエさん。でも、なんとなく時々洗濯を何かに委ねたくなりませんか？学食のメニューとか、この場合は偶然というか必然というか。そうです。なかなかスリリングな食生活が堪能できます。例えば、そうですね、うどんそばとか。うどんとそばが一緒に入ってるのです。なかなか美味しかったですよ。レッツチャレンジなのです。どうかしましたか？いえ、何かぼーっとしてましたから。美味しくなかったですか？カフェオレ。なんとなく？してるんでしょうね。そうなんですけど、でもほら、動いてます。カフェオレはこのラインナップではストレンジャーですね。